停電してしまいましたね。何なんですかね、この停電。真っ暗ですわ。街があるはずなのに真っ暗や。なんでこれ。スーパーとかも全部電気消えてますね。めっちゃやばいんですけど。おかしい。原因もわからないですけどね。どういうこと？なんかテロ攻撃もあったのこれ。すげえ怖いんですけど。真っ暗だ。真っ暗です。何にも見えん。全部消えてます。真っ暗だ。何もついてない。バイトも全部止まってるわ。やばすぎるわ。暴走族うるさいっすけどね。なんなんすかねこれ。家があるんすよこれ。いっぱい全部停電してるんすよね。パチンコ屋とかも多分停電してると思うんですけどね。真っ暗なんですよ、本当に。電話は通じるんですけどね。真っ暗っす。本当真っ暗っすね。真っ暗っす。何もついてないっすよ。車だけが明かりがあるだけで。ライトがないと全く何も見えない。これどういうことなんですかね。これは困ったな。こんなことってあるんですね。どういうことや。もう20分ぐらい停電してますね。初めてですね。こんな台風とかね、そんなんじゃないのにこんな停電するなんてね。あるんですね、こういうことが。コンビニも停電してますね。これは困ったね。困った。真っ暗でしょ。自転車ですよあれ。これ道路なんですよ。停電。やばいでしょ。信号機も停電してるからどうするのかなあれ。
げえな。また停電しそうで、ずっと普通になったら治るんかな。暗っすよこれ。やばくないっすかこれ。ねえ、その信号機あるんですけど、信号機ついてないっすよね。なんじゃこれ。あっちにねスーパーあるはずなんですけどね、パチンコ屋も全然映らない。真っ暗なんですよ。車が通ったらね、まあ見えるんですけど、全然見えん。全然見えん。これは危ないわ。そんなことってあるんかい。なんかみんなからいっぱい LINE が来てますね。コンビニっすよこれ。真っ暗で。ええ、真っ暗だ。補助電源がついとんかな。やべえな。なんじゃこりゃ。これ国道っすよこれ。信号機もついてないです。やばいでしょ。どういうこと？車来とるな。原因は何なんですかね。ああ電気がないと不便ですね。これ電気ついてないでしょ。これ街灯なんですけどね。酒飲んでたんですけどね、ぶったまげましたよ。酒飲んで YouTube 見てたらね、急に電気が切れたんでね、びっくりしましたよ。あら、洗濯もしてたんでね。あ、洗濯もしてたし、あれなんで、あのブレーカー落ちたのかなと思ったら、外見たらね、なんか全部真っ暗だったんでね、ここはこれただごとじゃねえなと思って、ああ真っ暗っす。
これ病院とか補助電源とかあるんですかね。冷凍庫のもんがね、腐りそうっすな、これ。大丈夫かいな。これは困ったね。これは困った。まだ治らんすよ。もう30分以上経ってると思うっすね。まだ治らんす。やべえな。なんなんや、この原因は。みんなね、結構外に出てきてますね。車のライトだけが頼りっすね。いやー、困ったな。困った。全く真っ暗や。こっちにね、大きいスーパーがあるんですよ、丸中っていうね。全く見えないですね。これは、あ、なんかパトカーの音も聞こえ出したな。これ何かあったんかな。なんていうことなんやろ。これ暴動が起きたらやばいな、これ。怖え。うちの近くね、物騒なんでね、怖いっすね、これ。みんな怖いって言ってますね。自転車でね、通ってる女の人ですけど。これ怖いっすよ。男の俺でも怖いんすから。いや、怖いわ。電気ついてないっすよ。真っ暗。まだ治らない。何が起こったの。ね、もう少し、もうちょっとね、20キロ、30キロぐらい離れたところにね、私の姉が住んでるんですけど、その姉にね、停電してるかって聞いたら、そこはしてないって言ってたんでね、まあ、全域ではないみたいなんですよね。けど結構大きく停電してるんじゃないんですかね、これ。買い物とかは不便ですよね、これ。これは大変だわ。真っ暗。本当に真っ暗。
原始時代に戻ったか。真っ暗っすよ。真っ暗。あっちはね、ちょっとうっすら明るいんでね。多分あっちはね、多分電気がついてると思うんですよ。もうね、私が住んでるところはこれはひどいっすね。電気ついてないっす。ああ。なんか、救急車じゃないな、パトカーの音だよね。してますね。車にし、しかれそうだ。何があったの？このライトなんですけどね、ついてないっすよね。これ真っ暗っすよ。一旦家に戻りますかね。電車は通ってるんだよな、踏切の音がするから。どういうことなの？非常電源なんかな、電車は。家とかは全然もう電気ついてない。まあ、一旦このぐらいにしときます。ありがとうございました。またね。